赤瀬さん、宮本さん、どうもお疲れ様でした。今、私たちは北京にいます。今年13回目の東京北京フォーラムを北京で開催することになっておるんですが、その打ち合わせにやってきました。で、今年は日本と中国の関係で言えば、国交正常化45周年、で、来年は日中平和友好条約40年、で、世界的に考えれば、世界の大きな平和的な、安定的な自由な秩序ということに大きな影響がある、問題が出ていて。北朝鮮の問題を含めたアジアの安全保障の環境が非常に不安定化しています。で、その中で私たちは日本と中国の間で議論して、こうした問題に関してどういろんな形で取り組んでいくということを今年始めなきゃいけないということなんですね。まあ、今回の今年の北京東京フォーラムはその意味でも非常に大きな、課題を持ち、チャンスでもあると思っておるんですが、それを今年始めるために我々は協議にやってきたということです。で、いろんなことを合意したしましたので、今日はその話を赤石さん、宮本さんとお話をさせていただければと思っています。赤石さん、どうでしょうか。今回の事前協議、非常に大きな成果があったと思うんですが。世界中でいろいろ大きな変化が起きている中で、我々のこの日中の過去12年にわたる大変重要な民間対話ですね。これがこれからどうなるのか、また我々の相手である中国の人たちはどういうふうに、それに対応してきてくれるかというのが非常に大きな宿題であったんですけども、私は我々の予想以上にですね、中国の関係者は小建国主任をはじめね、積極的にこの日中の対話というものを評価し、また政府間の外交はもちろん大事なんですけれども、それ以上にこの政府とは直接の関係がない、特に有識者その他のですね、対話というものが非常に世論を形成する上で、また間接的には政府の政策にも影響を与えうるということで、それに対する期待感を我々が述べる前に中国の人たちが述べておったので、私は良い意味で驚きました。宮本さん、どうでしょうか。私が一番心配したのはね、これまで、中国側の実質的なトップでやってきてた春明さんがね、退職されて、そして今度、張副会でした、さんが就任をされてね、中国ではトップが変わると事務的効率が著しく落ちるというのが普通ですからね、今回どうかなと思って心配したんですけれども、しかしながら、本当に想定をはるかに上回る形で、第13回の全体テーマについて明確なに合意ができましたし、それはもう現代 NPO のホームページで皆さんお見せされている通りですけれども、それから小建国新聞弁公室の主任からも再度自分たちはこの東京北京フォーラムを重視してですね、これをもう発展させることしかないと、もうやる以上は必ず成功させて、さらにいいものにしていくという力強い言葉がありましたんでね、そういう意味じゃちょっと事前の我々が心配してた体制が整うかなという懸念については払拭できたと、なおかつそれを証明するような具体的な成果がいろんな合意で実現したなというふうに思っておりましたので、期待値が低かったせいもありますけどね、しかし十分満足できる事前協議だったなというふうに思ってます。今回の事前協議で、決まったことは、ゲノピオのホームページに出てますが、今年は中国が共産党大会があると。で、それを踏まえて、その後にですね、このフォーラムをやるということが決まりました。つまり、今年12月ごろにこのフォーラムが北京で行われるということになりました。それで、いろんな対話の分科会のことに関しても、ほぼおおよそ原則的な合意はできたと。で、私は非常に今回、かなり大きな一歩になったなっていうのは、
まあ、今まで宮本さんが中心にやっていただいたですね、安全保障の対話というものが、今こういうした北朝鮮を含めて、いろんな形の不安定要因がある中で、この北東アジアに平和的な環境を作るということを目的にですね、常設化するということが今回決まりました。で、これは今までのフォーラムの中では、今までの過去の中ではなかったことで、やはり私たちはこの問題、平和という問題に関して、強くやはりコミットしていくと。ということが今回決まったんだと私は思っております。で、今度皆さんにお二方に聞きたいのは、こういうことの欠点を踏まえながらですね、今、我々の対話に世界、そしてこの地域の中で大きな変化の中で、どういうことが今問われているのかということについて、どんなふうにお考えかをお聞きしたいんですが、赤石さんどうでしょう。まあ、中国も他の世界の国々と同じく、アメリカにトランプ政権が出てきたと、できたというのをかなり不安の目で見てたと思うんですけどね。しかしフロリダにおけるトランプと中華の首脳の習近平さんの会談が、内容は私は分かりませんけども、シリアの問題とか北朝鮮の問題とか大変な懸案があったにもかかわらず、割と両者がいい気持ちで別れるような結果になったような雰囲気もあってですね、中国も習近平はスイスのダボスでかなりアメリカに代わって中国はもう世界の自由経済のトップランナーとしてリーダーシップを発揮するんだというような気構えさえも感じられたんですけどもね、中国もなんとなくこうもうちょっとリラックスした雰囲気の中で、まあ、東アジア特に北朝鮮関連で、まあ、今までも中国はいろいろやってきたと思うんですけども、やれることはやろうと、アメリカに対しても北朝鮮に対しても言うべきことは中国としても、まあ、限界はあるけれども言おうというような空気がなんとなく感じられるんですね。そういう意味で日本の識者の持つそういう考え、期待、そういうものも聞きたいし、外交当局はいろいろ考えてるに違いないんですけども、やはりいろいろな人のいろいろな意見に耳を傾けてみたい、できれば前に一歩踏み出さなくてはいけない、そういう、非常に難しい局面に立たせられてるんだけども、何か前向きに、考えたい、そういうような態度がなんとなく感じられるんですね。私は中国がこのように、我々と同じ問題意識を持ってるとは思ってたんですけども、あからさまに我々に一緒に協力していいものにしましょうといったような雰囲気が感じられたのはとても嬉しかったですね。宮本さんどうお考えでしょうか。やっぱり世界的な規模での経済および政治安全保障での相当我々の将来についてしっかりと考えなきゃいかん大きな問題を突きつけてきたと。それは皆さんご存じのような経済であり、そして安全保障の問題なんですけども、それを踏まえて我々がどうにかしなきゃいけない、すなわち日本と中国の関係をどうにかしなきゃいけないということを中国側も強く意識し始めたなということを私は今回感じましたね。それがいいのはですね、今まで一つの方角からしか日中関係見れませんとね、見てない、南シナ海だ東シナ海だってそれ以上に視野が広がらないんですね。この世界側ってちょっといろいろ大きく動いてくれたおかげで、ちょっと待って、世界の視野で日中関係をもう一回眺めてみようという、そういうエクササイズが日中今できつつあるんじゃないでしょうか。そうすると全く新しい視点から
この日中関係をもう少ししっかりしたものにしなきゃいけない。すなわち日中関係を進めることによって、こういう世界的な課題に我々は一つの答えを出し得るんじゃないか、そういう方向に進むべき時期に来たんじゃないかというのを中国の人も感じ始めてるなというふうに思いましたんでね、やっぱり次の展開を考える上で非常に今節目にあると、これを上手につかむかつかまないか、我々のまあ知恵というかそういうものが試されてるなというふうに思いました。はい、今回 の事前協議でも確かに日本側は結構大きな理念的なことを我々は言うんですね。つまりこの対話に非常に大きな思いがあるから、それに対して中国側は賛同するという声が非常にありました。で、やはりこういう非常に大きな変化が激しい新しい時代世界というものが作る、そういう大きな変化の途上にある状況の中で日中関係というものを正常化していくと、それは単なる正常化じゃなくてもう一歩高いレベルにしなきゃいけないんだと、ということが私はなんとなく日本側はそういう主張もしたんですが、中国側の中でもそれに反応する見方があるということを我々知ったわけですね。ということはひょっとしたら今時代の大きな歴史的な転換点に今我々もあるんではないかという思いを強めておって、まあ、その中でこういう12年間も続けた対話チャンネルを持っているという私たちはその一応その役割を果たすべき一つの土俵を持っているわけですから、何としても今年の対話でそれをうまく活用していきたいと思っているんですが、最後の質問になります。明石さんと宮本さん、今回の私たちの対話で我々はこの大きな世界的な流れ、アジアの大きな変化の中で何を貢献すればいいのか、何を実践しなきゃいけないのかということで、現時点で思っているお考えをお伝えいただきたいんですが、いかがでしょうか。私は外交問題は常に複雑だし、過去の重荷がこうのしかかってくるので、我々はともすると自分のこう影響する力がゼロであるという悲観論に陥りがちなんですけども、今となれば誰も答えは持ってないんだけど、何かしなくてはいけない、できれば一緒に何かしようというふうな雰囲気がね、今回中国で極めて強く感じられたし、我々が持ってきたいろいろな提案もかなりの程度まで中国が進んで受け入れてくれましたよね。一部はまあいろいろ修正もされましたけども、しかし全体としては本当に前向きな態度になっているので、まあ、宮本さんも言ってましたけど、事務当局の方の副会さんですね、もうの人柄もあって非常にオープンで、ここまでは受けていくの、ここで我々のメンツも考えてくれないかとかですね、その態度も非常に友好的な態度だったんで、私は新鮮な感じを受けましたし、東京から我々が持ってきたこう土台というものがほとんど中国側によって議論なしに、まあ、準備した成果を受け入れられたと、その至って細かい点についてはこれから実際にこのフォーラムが行われる前にいろいろやることたくさんあるんですけども、にもかかわらず希望を持って準備ができそうだなという感じしました。張海さんは東北の出身で、秋田の明石さんと青森の私と同じ東北人同士ってのもあるんじゃないですか。私はこの共同ナショナリズムだけは許されるナショナリズムだと信じてます。同感です。はい、宮本さんどうでしょう。やっぱり今回の全体テーマで世界の国際経済秩序をより開かれたものにすると、それからこの地域の平和をいかにして確保するか、でお互いに考えましょうという大きなテーマになりましてね、それは私は現の NPO あるいは我々日本も世界の相当いいところにキャッチアップしてね、大きな問題を考えていたなというふうに思
まされましたしね。逆に言いますとね、中国もそれぐらい進んでるということなんです。中国も世界全体のことを考えながら発想するという、そういう時代にも入ったなと思いましたね。その結果やっぱりやらなきゃいかんというのは、世界全体のことを見据えて我々は 何をするのかということなんで、私は経済に関してはこの自由貿易を中心とする国際経済秩序をいかにしてさらにしっかりしたものにしていくかというところで知恵を出す。それから中国もやっぱり経済発展というのはものすごく苦労してますから、したがって日本と協力して何ができるかとか、そういうものについての議論というのは当然深めなきゃいかんと思いますし、この地域の平和という観点からすると今年の12月までに決着がついていると一番いいんですが、決着がついてなければやっぱり北朝鮮の問題ということになるでしょうし、例えばこういう時に我々としてどういうふうにアプローチしたらいいのか、中国がどうしても取りたいと思っているのはこれとこれとこれで、アメリカがどうしても取りたいと思っているのはこれで、北朝鮮はこれとこれはないといけないという、こういう大きな条件がある中でですね、そろそろ日本がそのイニシアティブを取って、こういうふうに北朝鮮 その平和を実現するためのロードマップなり考え方を皆さんが真剣にお考えになったらいいですかという、こういうねものが日本から出てこないかなと強く私希望してるんですけれども、それが日本のソフトパワーで中国と日本の物理的な力の差確実についていきますしね、年々向こうが我々を経済も含めて軍事も置いて我々を置いていってるんですね。そういうところでやっぱりバランスの取れた日中関係ということになるとソフトパワーだと思いますから、そういうことも視野において我々の立場というものをこういう場で打ち出していく、そういう機会になればいいなというふうに思っています。はい、皆さんこの今のお話を伺ってですね、これは何なんだろうと考えている方いらっしゃると思うんですね。国連を昔代表していた明石さん、中国の大使として活躍された宮本さんで、我々はその単なる対話をしたり議論するためだけじゃないんですね。やはりこの問題、我々困難を乗り越える課題を解決したいということで動いているわけです。で、外交は政府が行うものですが、民間の私たちがだからといって傍観者であってはいけない。課題に向かい合っていくということがやはり時代を変えれるし、いろんな問題を変えていく一つのきっかけになるだろうと我々は信じてこの12年間やってきました。そして私たちは今大きなチャレンジに今一回向かい合おうと、多分歴史的な今回チャレンジになると思いますが、ぜひ皆さんにはこの動きを私たちの考え方をどんどん発信していきますので、皆さんと一緒に考えてやっぱりこの状況を変えていきたいと思っております。では今日は皆さんどうもありがとうございました。